radio.com。今回その自宅療養してる時にファイターズ聞きたいっていうのはどういった心境で聞きたいと思ったんですか？虫の声が聞きたかったです夏の虫の声が聞きたかったです。あ、そういう曲があるんですか？ないですけど、8チャンネルの午前中出る人になりたい。ちっちゃいことしてものを考えて、ちゃんとしたことを言う番組で作りたい。その物語みたいなもの、あと身も蓋もない現実なんだって今まで言っていたものっていうのは、なんか考え方って変わったりしましたか？予想に依存したいなって気になってきましたよ。物語とかにってことですよね。そうですね。今日なんかちょっと機嫌も良さそうな感じがする。全然そんなことねえよ、早く返せディスク業に行かせるもの今一番なんかこうクリエイティブみたいなものでこれやりたいっていうのはどう動くになるんですか？あんま、あんま酒とか出さなきゃダメだよ。え、酒立たなきゃダメです。酒、酒が飲むことは避けられないですよ。お菓子が欲しい、甘いものが食べたいヘアスタイリスティックスってなぜいっぱい機材があるかっていうと、全部制御できないようにある意味セッティングしてあって、はい、自分がそれで翻弄されて自意識が消えていく、あたふたして消えていく、はい、だからそういうものが表現としてやりたいことなんだって、まあ、あるじゃないですか。そうですね、なんか言ってた、言ってたじゃないですか。姿勢感とか変わりましたか？やっぱり変わりましたね。中原さん、相談があるんですよ。何でしょう？なんか どこに行ってもいるっていう感じあ、中原さん、今何が一番したいですか？お金儲け。この5万円の中原君、たい焼き食いながらホワイトハウスの話聞いてるって狂ってるよね